フジテレビアナウンサーの三田百合恵そんな彼女には不穏な噂が流れている今回はこの件について見ていきたいと思います体調不良で番組欠席も藤三田百合恵アナにささやかれる不穏な噂。わフジテレビの人気アナウンサーの三田百合恵アナ三田パンも襲名し人気の三田アナ三田アナは 入社翌年の2012年1月に新人アナの登竜門番組「ワン」シリーズの7代目に就任し以来「ミタパン」の愛称で人気者に12年8月には CD5 位のミタパンを発売するなどフジテレビ看板アナの一人明るく爽やかな印象だが同局内ではしっかり者として信頼されている2015年3月からは 目覚ましテレビなどを卒業し新番組直撃 LIVE グッディを担当。現在は昼の新情報番組グッディを担当。ミターナは2015年3月をもって目覚ましテレビワイドナショー。大い。広井木村、ペケポンの4番組を卒業。ミターナは 3月30日よりスタートする昼の情報番組直撃 LIVE グッディへの移動が決定それに伴う形での卒業長年フジテレビの報道キャスターとして活躍してきた安藤優子と俳優の高橋克美をメイン MC 据えた直撃 LIVE グッディはフジテレビの威信をかけて午後2時からスタートさせた情報番組 ミタアナは多くのレギュラーを抱えていたが今は曲の威信をかけたグッディ一本のみそんなミタアナが退社するのではとの不穏な噂が何やらミタアナに不穏な噂が藤野三田ユリ系アナに元気がないことが曲内で問題になっているというもともと将来のエース候補として入社最近では 伸び悩みとの批評もあるミタ,ナミタパンが曲をやめてしまうバラエティ制作スタッフという不穏な噂も流れている先には体調不良で番組欠席もしていたミターナフジテレビミタユリケイアナウンサーが2015年5月28日体調不良でレギュラーを務める情報番組直撃 l i v e グッディを欠席した この日の番組冒頭、キャスターを務める俳優高橋克美が、今日は一人少ないですね、と明かした。続けて、安藤優子キャスターも、三田さんは、体調不良のためお休みさせていただきますと、説明。5月28日には、体調不良で番組を欠席したが、責任感が強い彼女にはありえないこと。その三田穴ナに挙げられるさまざまな不安要素。 担当している直撃 LIVE グッディの不審。妥当ミヤネ屋を掲げるもかなりの低視聴率のグッディ。視聴率は裏番組のミヤネ屋にずっとダブルスコアをつけられ惨敗続き。裏番組情報ライブミヤネ屋日本テレビ系に対抗するために LIVE の名前をつけたという話。ガチンコ勝負を挑んだものの。 現状では情報ライブミヤネ屋は10%を超える日もあり勝負のレベルになっていない場合によっては短期間で終了し行き場を失ってしまうことにもなりかねない局内では始まる前から負け戦という声もあり今回のミターナの移動はあまり先行きの明るいものではないよう交際発覚で 他の人気アナとのエース争いに負けたとも。人気アナがしのぎを削っているフジテレビ。ミタアナは出世競争からは外れているとも。ミタアナは11年入社。アイドル性の高さから将来の看板アナとして注目を集めていた。しかし、一部週刊誌が伸び悩み、目立たないと酷評。富士には 年齢も近い山崎パンこと山崎優輝アナ27と三上マナアナ26がいるのに加えて2年目ながらポストカトパンとして評価が急上昇中の長嶋由美アナ23がいる交際発覚によって大原点になった三田アナは出世競争から完全にリタイアまた三田アナは3月30日放送のグッディ 内でプロ野球選手と女子アナの恋愛事情が取り上げられた際にある意味職場恋愛のようなものと話したことも物議を醸しているその交際中の金子選手の不信や金子選手との関係悪化もささやかれる交際相手の金子選手は成績が振るわずまた若い女性と遊んでいた様子も伝えられる 三健アナと交際している西部の金子進司は全く成績を残せていない今期は一軍で開幕を迎え49試合に出場したが不審から6月9日に出場選手登録を外れていた金子選手また昨年11月には金子選手は友人男性と若い女性と2人で遊んでいた様子も報じられた ミターナの不安材料はグッティの不調だけではないとの声も上がる昨年交際が発覚した西武ライオンズのホープガコスムツカサとの関係が順風満帆ではないよう実刑のスキャンダルもグッティに移動する直前の3月にはミターナのお兄さんが不倫騒動で既婚だったにもかかわらず独身だと偽ったと 浮気相手の女性から慰謝料請求訴訟を起こされていることも報じられた3月26日発売の「週刊文春」「文藝春秋が」がミターナの兄34が慰謝料請求訴訟を起こされていることをスクープ同紙によるとミタ氏は元交際相手に対し当時既婚者だったにもかかわらず独身であると偽装さらに 当時の妻と離婚成立する前後に別の女性とも交際していたという。このことから、三田の3月の4番組同時卒業に兄が元交際相手から慰謝料請求訴訟を起こされている一件を指摘する声も。また、お嬢様で知られる三田アナは、極アナには固執していないとも。三田アナの実家は、 劇場とミュシュランにも乗る超高級料亭を経営本物のお嬢様であるのはよく知られた話青山学院大卒で恋の空騒ぎ OB という華麗な経歴に加え東京日本橋生まれで日本舞踊をたしなむ霊場であることは知られているがさらに実は彼女130年以上の歴史を持つ歌舞伎演劇の劇場明治座のオーナーの次女 実家はミシュラン三つ星の料亭原野店浜田家を経営していて歌舞伎の劇場明治座のオーナーでもあり各局お嬢様を揃えている中でも一番はミターナと言われている最近は女子アナというステータスに執着しない若手が多い彼女は実家が裕福だし恋人はプロ野球選手 曲の女子アナであり続けることに固執する理由はあまりない。一方で、スタッフ受けは良いとされるミタアナ。グッディ MC の安藤優子56は、ミタアナについて、真面目に頑張っていると周囲に話している。視聴率は一向に上がりませんが、ミタパンは、真面目で礼儀正しく、スタッフにも評判はいい。彼女は、スタッフの間でも、 評判がすごくいい。高級料亭のお嬢様なのに気取ったところがないし育ちがいいから性格も素直番組スタッフからの評判は総じて高い他局ではすっぱりと退社するアナも多いが果たして見たアナは同様にプロ野球選手と交際していた増田アナなど退社する局アナも多いが果たして見たアナは 公私ともに辛い状況にあるというミタアナ。広島の堂林翔太内野手23と結婚した TBS の増田エリナアナ29は2015年6月18日に同局を退社したことを報告。テレビ朝日のアイドルアナだった前田裕樹アナ34は2年前にスパッと局を辞めてロンドン留学を経て花屋に転身。富士で 激しい出世争いとは別の道を歩んでいくつもりの三田アナはしばらくは複雑な気持ちで曲アナを続けていくことになりそう。